ロロボリーチスタジアムはアルバニアシュコドラにある多目的スタジアム。シュコドラのサッカークラブ FK ブラズニアのホームスタジアムでアルバニア代表の試合も開催されている。完成当初の名前はボヨクシスタジアムで地元シュコドラ出身のパルチザンの指導者にちなんで付けられた。現在のロロボリーチスタジアムはシュコドラ出身のアルバニア代表サッカー選手。 ドロ,ロボリーチニチナム。1950年5月17日に、スタジアム建設が始まり、1952年5月1日に、完成した。代表戦初開催は2003年3月の UEFA ユーロ2004予選、ロシア戦で、試合には3から1で勝利した。旧スタジアムの老朽化を受け、2014年10月に、新スタジアムの建設が決定された。 新スタジアム建設は2015年5月3日に始まり、収容人数は18,100人が予定されている。2016年9月に、コケラ落としとして、アルバニア対マケドニアの試合が開催された。試合は2から1でアルバニアが勝利した。2018FIFA ワールドカップ予選では、アルバニア代表の他に、改修工事のため自国スタジアムが使えない。 コソボ代表もこのスタジアムをホームスタジアムとして使用した。ありがとうございます。